ウェアーズのフラット短パンについてです。こちらも短パンなのですが、高さ調節ができます。まず上と下分かれるようになっているので、上を少し緩めます。そして下のステンレスの部分も回していただくと簡単に高さ調節ができます。いい位置についたらまた上の部分を回してもらい、ロックします。これで高さ調節された短パーの出来上がりです。ではライノウェアーズのフラット短パーを使ってみます。フラット短パー